立花ベース in 初台。はい、どうも、立花慎之介です。この立花ベース in 初台は趣味を発信発見していく情報基地番組。今ハマっているもの、過去にハマっていたもの、新しくハマりそうなものを取り上げて、その楽しさを伝えていきます。ということで、4月も末に近づいてまいりましたということで、まあもうちょっとしたらゴールデンウィークが始まる人もいるんではないかなと思いますけれども、いやー、前回の放送でほら、ディレクター推薦の持ってきた、はい、ASMR の、はい、ダミヘあったじゃないですか、はい、僕買いましたよ僕でもディレクターのやつじゃなくて国産のやつにした。あ、国産なんかね、ほらよくさ、仕事である、あの顔だけ、顔がついてるやつ、はい、あの今のやつ、はい、あんなものは100万ぐらいするんで、あれも置いといてだし、あのゲーム実況の時にダミヘ使おうと思った。はいはい、要は僕の膝の上に乗っかってゲームを見ているという状況下を作ろうと思ったから、はい、僕の目の前にあの顔があるとゲーム画面見えなくて邪魔なんでそうだから耳だけのやつを探したらね、国産のマイクがその使用されているシリーズがあって、唯一それだけだったんだけど、それとアンプ買って、で来たから使ってみたけど、いやー、よく撮れてるね。とても綺麗に、多分そのもちろん多分そのなんだろう、構造上はそのディレクターのやつとも同じ、あの耳だけ横のパターンではあるんだけど、まあ多分いろいろこう音の位置は前聞いてたディレクターが使ってるやつよりはよりこう音の位置がはっきりしてるというか、やっぱなんか変わると結構違うんだなと思いながら、まあでも、あの逆にコンデンサーマイクじゃない、アンプつないで普通にフォンでオーディオインターフェースにつないでるんだけど、結局そうすると今使ってるあのコンデンサーマイクだと48の電源入れてやってるから、同じところにはつけらんなくて、そうなった時に、コンプレッサーをインターフェース上でかけられなかったから、うん、あの難しいのはさ、そもそもダミヘはさ、ささやきとか距離感近いところで使うようになってるから、あの大きい声に対応してないんだよね。うん、がゆえにモンハンとか普通にやってて、一落ちとかしたりした時に叫ぶとすぐ割れるんだよちょっと大きい声ですとすぐ割れるからそれを、あ、もうデジタル的にもコンプレッサーかけるしかないなと思って、うん、OBS とかもかけられることが分かったから、ちょっと今ねそれを調整しつつやってはいるんだが、いや、いかんせん、あの今までのマイクと違って変なし360度の指向性を持ってるじゃないダミヘ。だから、配信用のノート PC のファンの音をめっちゃ拾うんだよね。今までのマイクでは全然拾わなかった音をだシュイーンって言い始めると、このノイズ何ですかっていう話になって、最初、あ、もしかすると、まあ変なし、耳っていうかマイクが横についてるからそれ拾うよねっていうあれで、はい、でまあちょっとこれは今構造上しょうがないから、音割れと若干の雑音はもう拾ってしまうからそこは勘弁してっていう話をしてたんだけど、自分的にも納得がいかなかったから配信用の PC を買ってしまったねさっきあのお話にありました、はい、ドスパラさんの、はい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 、ドスパラさんのやつを、買って、でも中身とかその辺は全部自分で水冷とか買ってきて今組み替え中、はいはい、もう無音にしてやろうと思って、そんな感じでしたよ。いや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 、楽しいね。4枚目のディスプレイで4枚目のあのマウントアームですよ机から4本手が生えてますから、ね、どんどん要塞化されています。まあね、とことん、まあでもせっかくそのダミヘ買ったから、なんかその ASMR を使ったいわゆる咀嚼音とか、なんかその辺を自分で動画作ってなんか YouTube とか上げようかな。ほうほうほう、面白そうじゃない、声優が本気で ASMR やってみたいな。ね、そりゃもう鬼に金棒みたいなものですからそれもせっかくだから遊びたいなと思っておりますけどね。
まあそんな感じで、今回も、最後までこの騎士でくつろいでってください。ではこの番組のメインコーナー行ってみましょう。ホビー大作戦 in 初台。趣味に関するあれやこれやをしていくコーナー、今回はこちらをお届けします。エスケープフロムタルコフ。さあということで来ましたね、通称タルコフということなんですけれども、まあ、こちらはですね、ロシアのゲーム会社が開発しています、FPS ファーストパーソンシューティングゲームですということで、まあ Apex とかと PUBG みたいな、そうフォートナイトもそうかな、そういう意味ではね、その辺の、感じのゲームだったりするんですけれども、まあその中でもですね、これね、とても重要なのがこのロシアのこの会社なんだけど、あれいつだろう ?10年 ?15 年ぐらい前かな、チェルノブイリっていうゲーム作ったんだよ。あ、聞いたことある。聞いたことあるでしょ。当時結構センセーショナルで、核爆発を起こしたチェルノブイリの近辺に住んでいる、その、いわゆる、なんだろう、その、プレイヤーたちが、はい、まあなんかいろいろ探索するっていう、そういうのが、だからその、チェルノブイリの中とかに入れるんだよね。めっちゃ放射能浴びるけど。で、なんか変な生物が住んでたりとか、戦ったりはするんですけど、その会社が作ってるやつなんだよね。エスケープフロムタルコフって確か。だからね、それも含めて、もう元々面白いという、ね、リアル思考だみたいな。ことのゲームなんでね、結構世界中、日本でも世界でも、流行ってたりするんですけども。まあ、ざっくり言うと、リアルなサバゲーみたいな感じ、だったりしててですね。まあ、ストーリーが一応ありましてですね。まあ、政治的混乱から紛争状態に陥り、無法地帯となった、ロシア北西部に位置する架空の都市タルコフに、取り残された民間軍事会社の一員となって、情報とか物資を集めながら脱出するという。ね、なんで、エスケープですね。逃げる。タルコフから逃げましょうという意味のものなんですけれども。はい。まあ、基本的にはこれはもうオンライン専用。はい。オフラインは、やれることはやれたんだよ、確か。ああ。なんだけど、やる意味がないって言われて、もうオンラインしか基本的にやらないゲームだったりするんですけど、まあオープンワールドで、NPC もいれば、プレイヤーもいる。でも NPC も、時にはボスがポップしたりとかして、とても強いボスが出てきたりはするんですけれども、まあそんな、結構ね、緊張感、スリリング、本当になんか、いいお宝を発見したら、絶対に帰ってきたいから、それこそ、マウスを握る手に手汗をかくぐらいのね、非常に緊張感のあるゲームだったりはするんですけれども、まあそんな感じなんで、ちょいちょい、こう、まず、ちょっと皆さんも見ていきましょうか。じゃあ、ゲーム画面はこちらになります。さあ、ということで、突然なんかうるさい、うるさい感じになりました。まあ、これが、タルコフのトップページですけれども、まあここからね、エスケープフロムタルコフと。まあ、このキャラクターとかポンと見てもらうとね。おー、これはどっちだろう？ネットの状況かな？結構ヘビーな感じで重いな。ま、今回ちょっとね、外で撮ってますんで、ゲーミングノートでやってはいるんですけど、これ、ちょっと待ってよ。インテル Core i3 でタルコフやるのは俺間違ってると思う。そもそもなんだし。グラボ入ってんだもん、これ大丈夫？そういう意味でもスリリング。いや、スリリングすぎる。そう、こうやってね、いろいろね、キャップとか、あとこのボディーアーマーとか、銃とかね、こういろいろあったりするんですけど。で、持ってくものとかを、こうね、弾。で、弾とかもこれ、なくなると、一個一個弾を詰めていかなきゃいけないんで、とても時間がかかる。そんなのがあったりとか、あとこの止血剤とかね。そう、この辺がね、結構重要です。で、このね、ポーチ。この、
2×2 のポーチ。このポーチだけ、ポーチの中に入っているものだけは死んでも持って帰ってこれるっていうルールなんで、うん。ここは結構重要だったりします。これが多分、俺は多分 3×3 になってないかな。要はなんていうの、金額の高いパッケージを買うと、はい、ここも確か、あ、添えてたはず。うん。俺 3×3 ぐらいあったような気がするんだよ。結構重要なんだよね、ポーチって。うん、いざとなった時。で、このね、銃とかいろいろあったりするんですけども、これも、あ、これあれだね。あ、でも今あれか。言語これ日本語にできるんだよ。あ、そうそうそう。今イングリッシュの。あれ今できたっけな。言語イングリッシュをなんか半年ぐらい前に対応されたっていう、ね、そう、あ、なったこれでね、日本語になったりはするんですけど、このね、銃とかはね、こう、細かい数字が出るんですよ。で、前ちょっと別番組で教えてもらったんですけど、このね、エルゴノミクス。うん。この数値を上げる。で、垂直反動と水平反動を下げる。そう。このエルゴノミクスっていうのが、移動しながら撃つときに、銃のブレっていうのを下げてくれる。基本的にはやっぱり他の FPS に比べてね、ものすごい横ブレするの、移動してる時に。あとなんかね、こう銃を横に振って振った時にすぐついてこない、なんか一瞬うーんっていう、こうなんていうの、加速じゃないんだけど、すごいブレみたいなものを感じるんだけど、それがエルゴノミクスを高くするとそのブレが少なくて結構打ちやすくなる。だからそのエルゴノミクス、カスタムみたいなものとかが結構流行ってたりしますよみたいなことはこの間教えてもらいましたけど、そうなんですね。そう、こうやってね、本当にサバゲ好きとしてはもう一からパーツを組み立てられるんで、とてもね楽しいんですわ。で、まあこんなんがあってですよ。で、それ以外に、あ、面白い、ここに隠れ家もあって、実は大丈夫かな？ネット回線？いや。いや。頑張れ！あ、来た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 。そう、このね、隠れ家があって、まあ、ここをいろいろ整えていくと、なんだろう、こう、必要なアイテムとか、そういうものがね、いろいろこう生成できたりとか、結構したりするんですよ。でも、そのためには、その物資が、必要だったりしてね、この。で、物資とかが必要で、あれば、その、いろいろこう、ワークベンチだったり、照明だったり、洗面所だったり、通気口だったり、いろいろこう、グレードアップしていくと、より快適にこのタルコフのね、秘密基地が作られます。まあ、これも結構重要だったりするんで。というね、感じだったりはするんですけど、まあ、今ざっくり見ていただいたんですが、まあ、結構その、とてもリアルな作り込みを今味わっていただけたんではないかなと思いますが、これね、他の FPS と違うのは、要はリアルというところを追求してるんで、さっきいろいろこう、このさ、キャラクターのところに出てくる装備品があるじゃないですか、このいろいろつけてるやつ。この装備品って、フィールドに入って、生きて脱出ポイントまで行けば全部持って帰ってこれるんだけど、途中で、NPC、スカブと言われる NPC とか、あと敵の、いわゆる、プレイヤーか。通常のプレイヤーの方にやられてしまうと、基本的にはそのポーチ以外は全ロスト。すべて失ってしまうので、まあその辺のこの駆け引きだったり手に汗握る感っていうところもタルコフの面白さ。まあ結構、だからあれだよね。いわゆる死にゲーでも、例えばその、ダークソウルとかデモンズソウルとかでも装備をなくすっていうのはないんだけど、これなくしてしまう。もう俺装備をなくすって言ったらもう基本的に俺はディアブロぐらいを思い出します。懐かしい。
しょ。ディアブロ、ディアブロもね、本当死ぬと全ての装備と全ての武器をその場に撒き散らして死ぬので大変だったりするんですけどね。まあでもそういうぐらいの緊張感がありますよと。で今ね言ったみたいに日本語にこう対応 したんで、結構もう分かりやすく、あとタスクとかも分かりやすくなってますね。とても、ゲームしやすくなったりするんですけども、まあそんな感じでこの銃器だったり、あと弾の、弾のこう詰め方だったりとかも含めて、とてもリアルなもの、リアルなシステムが採用されていますよっていうのと、あとねこのタルコフの、大きな特徴として、全リセット、はい、いわゆるワイプと言われる全リセットっていうのが何ヶ月かに1回来るんだよ。3ヶ月とか4ヶ月だったかな、長いと半年ぐらいかもしれないけど。いやそれってまあ変な話、これ今まあ画面の左下見てもらえると分かるんで、ベータバージョンって書いてあるんだよね。これねまだねアーリーアクセスで4年半アーリーアクセスをやっているんですが、うん、いわゆるまだお試し期間中、うん、お試し期間中にみんなちょっと触って楽しんでよ、でいろいろフィードバックしてもっと改良するからっていう、海外のゲーム、スチームのゲームではこういうの多かったり、スチームとかね海外のゲーム多かったりするんですけれども、まあ、今回このタルコフも、そんな感じの、アーリーアクセスタイプであったりするんで、まあ、それも含めて大きなアップデートの時にはワイプがかかって全員、レベル0から、スタートというのもあるんで、逆にそのシーズン終わった時に今シーズンあんまやれてなかったけど、まあ来シーズンはゼロに戻るからみんな一斉にまた始めようみたいなので、結構ね大型アップデートの直後ってみんなタルコフやすりはします、配信者の方々。うん、でまあレベルをね、レベルというか、まあ、経験値をもらえるんで普通に戦っていくと、でレベル10まで、上げたりとか、あとレベルが上がっていくとなんかそのスタミナとかが増えて長く距離を走れたりとか、いろいろね上位、武器が装備できたりとかいろいろあったりするんで、まあそこをレベル上げつついろんなものを、物資を持って帰ってくるというのが基本的なこのタルコフのゲームですと。なのでまあちょっとこうメカニカルなものが好きとか、軍人軍隊ものが好きとか、サバゲ好きとか、そういう人にはねものすごく面白い、とても楽しい、ゲームだったりはしますね。これね、あとね面白いのはね、あーここないか、これ、ね、バックインバックってのができるんだよバックの中に今ねあの画像では出ましたけど、バックの中にバックを入れることができる。でその入れたバックの中に物を入れることができる。これが結構重要で、このバックインバック、いわゆる小さい大きいバック持ってって小さいバック2つ入れて、で小さいバッグの中にさらに物いっぱい詰めると最初の容量よりも増えて持っていけるっていう、バックインバックっていうやり方、圧縮って言われたりもしますけど、そういうのをね結構ねみんなね駆使して持っていくんですね。いや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 、もうね言いたいことはいっぱいあるけど前半はここまではい、ということで、後半はですねちょっとこれを実際にプレイしてみようかなと思っております。まあそんな後半戦はインターネットラジオステーション温泉とニコニコチャンネルお得意の会員限定でお送りしていきますので、ぜひ登録の方よろしくお願いいたします。すでに会員の方は後半もお楽しみに。そして番組では皆さんからの投稿の方お待ちしておりますよ、ということでメールの宛先は tsbase@onsen.ag tsbase@onsen.ag です。メールフォームからも投稿可能なんでよろしくお願いします。